2010年のトリグベリーンスカウクトリグベリーンスカウクはノルウェーのコンピューター科学者オスロ大学の名誉教授である1979年にゼロックスパローアルトリサーチセンターの客員研究員としてグラフィカルユーザーインターフェースソフトウェア設計のためのモデルマイナスビューマイナスコントローラーパターンを定式化した彼の最初の主要なソフトウェアプロジェクトである アウトコンは1963年に最初に使用された成功したカナダドル CAM プログラムを生み出し世界中の造船所で30年以上使われた。リーン・スカウクは彼の初期のスモーレトーク及びオブジェクト思考の概念的努力について次のように述べた MVC は大規模で複雑なデータセットを制御するユーザーの問題に対する 一般的な解決策として考えられました。最も難しい部分は、様々なアーキテクチャーの構成要素にふさわしい名前を付けることでした。モデルビューエディターが最初の3つです。長い議論、特にアデルゴ・レドバーグとの議論の後に、我々は、モデルビューコントローラーという用語に決めました。リーンスカウクはオブジェクト思考手法の研究に広く、携わっており、 1983年にオブジェクト思考の役割分析とモデリング及びオーロムツールを開発した。1986年にオーロムに基づいてツールを開発した IT 企業タスコンを設立した。オーロムのアイデアは成熟しベビーインルプロジェクトへと大きく進化した。これはデータ、コンテキスト、インタラクションパラダイムの創造につながった。リーン・スカウクは 共著者、パーウォールドと、オット・アリルド・レント、ワーキング・ウィズ・オブジェクツ、ザ・オーロム・ソフトウェア・エンジニアリング・メソッドを執筆した。後に彼は統一モデリング言語のための仮想マシンを書いた。2005年現在現在彼は、オスロ大学で、情報学の名誉教授である。ありがとうございます。